短い時間ですが内容はめっちゃ濃いかもしれません,あり,ーーんありがとうございますチージーさんありがとうございますおお水をだきましたありがとうございますどうもありがとうございますはいじゃあまず何から話したらいいんだろうそうですね先ほど発表されたものから話します、えー、東京アイドルフェスティバルの、えー、新たなステージが私決定いたしました えー、なんとですね8月の何日だこれは8月の7日にあります2時半からですねステージ決まりましたお笑い部にお笑い部がオモカワとコラボをしたものですねなんとオモカワが帰ってくるってことでオモカワというものはですね大喜利大会ですアイドルの去年私出演させていただいて初代優勝されたリリーカルスクールの皆さんとショ 1ん一回戦に当たってしまい敗退してしまったのですがまあ楽しかったイベントはアミちゃんと2人参加したんですけど今回ですね私また桃川呼んでいただくことができたのでなんかパワーアップして帰ってきてますよね完全に会始もちょっとやばいです本当に緊張していますえなんかすごいあの結構何て言うんですか本当お笑いを 極めた方がすごい揃ってるイメージで私もこの中にあの入るのすっごい緊張してるんですけど皆さんインフォのところいや本当にソロで戦うんですよ今ガミちゃんいないからあの川おもんじゃなくて川の部分がだいぶ足りないんですよね結構厳しいんですけど頑張りますインフォセンターかインフォセンター皆さん是非お越しください大喜利をするのかなだと思っております 嬉しい重は出れんの。いや、なんか、次に繋がったのが嬉しい。だって前回出演した人の中で、出る、2回目出れてる人結構少ないですよね。女子流さんとリリスクさん、ミナンさんはやっぱ出られるとは思っていたんですけど、あと、カジシマくらい ?AKB の勝ツとかも出られるんですよ。茂木さんでしたっけすごいすごすぎ どうしよう、めっちゃ緊張してます。全力で頑張ります。大喜利していきますね、頑張って。あれ。電波。脂肪。どれだ効果。こうか おまかんのレ。え本当そう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 なの本当にそうなんだよ聞こえてるあよかったザオウめっちゃ見まくろうそうですねザオウもだし一本グラプリとか。 この間女性の方の日本グランプリも全部見てるんですけどいやめちゃめちゃ面白かったしあれあれできないよとか思っちゃってるけどちょっとすごくいやーって滑るんじゃないですかね滑ると言ったら会社もですからちょっとでもありがたいことステージ決まってまだ皆さんに発表してないものも実はあったりしたりなんなりしてるんですよだから DIF はまた今年も大忙しちゃったりするのでぜひ楽しみにしていていただかた方たんたんたん。タンタンタン ンンちゃんじゃがバンちゃんんじがお願いします次よろしくえそしてですねもう一個皆さんにお知らせしたいことがありますねはいえー、昨日ですねありがたいことに家事バースデーを開催することができました私のバースデーイベント皆さんお越しいただいた方見てくださった方応援してくださった方本当にありがとうございましたいや本当にもう緊張しちゃってもうとんでもないことが いいっぱい起きたんですけどはいえそれでですねちょっと大喜利の練習もしましょうね今度ねあの家事バースデーの高野菜としてといいますかグッズの方がですね発売いろいろ決定しましたはいえっと今日までの申し込みとなるものがメッセージ入りのメッセージ入りのポートレートとバースデー衣装のアクキーということで,バー,ジュでバースデー衣装のアクキーは えっと、ライブの直前ぐらいに撮影していってるんですけど今日ツイートしたあの森の中で撮ったやつでどれか使われるんだと思うんでポートレートもそっかその衣装でやりますのであのまだ私完成見てないんですけど今日までの受付になります皆さん是非そしてちょっとマネージャーさんがなんとですね湯飲みのグッズの制作が OK が出たということで。 タン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 ありがとうございます湯のみ何個売れるかな全然頼ほしいな何個売れるかなって <laughs> はいでも今回受注なので皆さんが申し込んでくれた分発売する形になるのでちょっとデザインをまだ決めてないんでこれからマネージャーさんとちょっと <laughs> おうそうゃんになってくるんですけれどもそうデザインどうしようかなって めちゃくちゃでもなんか習字書こうかなとか思っていた湯飲みに寄せられたらなとか思ってはいるんですよはい今日から発売も開始していたりするのではいぜひまだゲットしてないよって方はねゲットしてほしいこのあれはまだ受付はまだやってるんですよね8月7日ぐらいまでやるんですけどうんうん なんか私そういうことばっかり言いすぎてちょっと恥ずかしいので、ね、ギョーザパーティーみたいなお茶会配信だとあいいですね私緑茶作るの結構得意だし家にわざわざ自分の給水もね持ってたりするんでちょっと楽しみにしていていただけたら嬉しいななんて思っておりますですねじじ字全面に字 なんかカジシマのいいいっっぱいバーって並べたりとかするいやなんかとりあえずほんと楽しみにしていてください皆さんが楽しんでいただけるような湯飲みをみんなお茶って飲むのかなわざわざでも急須から行く人はあんまりいないかなと思うんですけど湯飲みって結構熱いものは大丈夫だったりするから意外と便利だったりするじゃない私も湯飲み持ってるんですよあの姉ちゃんに買ってもらってそうその湯飲みはねあのコーンスープ飲んだりしてますよ湯飲みだけどうん だから、ね、いい感じだよ。ぜひゲットしていただけるように私も頑張ってアピールしたいなと思っておりますのでぜひゲットしてください。ほいそしてあれこれまだ情報解禁になってないのかなちょっと戻ろう。やばいやばい。情報解禁になってないあっぶない本日の何時頃からに何かの情報が 解禁されますはいあであおっとこれはまだ言っちゃダメなんだじゃ言っちゃいけない言っちゃいけないのかな言っちゃいけないのかなんか私言っちゃいけないものいっぱい言っちゃいそうで怖いですねあとはね えっと六本木アイドルフェスティバルが7月の31日かにあるんですけど今年はね野外でねということであのでっかい「夏のアイドル三大フェスに今年も出演させていただけるんですけども、ま、今日から始まってますが私たちは最終日ということでいやー楽しみですねめっちゃうんものすごく楽しみなんですけどもねえ。 あのいろいろ企画,もの企画のものとかもパパニッキーの誰かが参加したりするのでそこちょっと楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っていたりしますよ。ヒップホップ部だって何、ね、それヒップホップ部を知らないっていうあやあやは。 なんだろう面白そうあヒップホップパって2位なのやつねあ違う待って、なんか言っちゃいけないこと言ってる私私またボロボロ喋ってる気がする私情報解禁前なの私 <laughs> 待ってそんなまだ言ってないよね大丈夫なんかなんか変なこと言ってる気がするけど気のせいでしたじゃあ昨日の話に戻ろう昨日すごかったんですよ私あのあ、びっくりなことに 上西さんですね私の生涯の推しの城西圭さんがあの私の家事バースで見に来てくださってましてですねサプライズで私知らなかったんですよ本当にだからねステージ出てね私やっぱ分かっちゃうんですよね推しだからさどこにいるかってうん 分かっちゃってもうすぐ分かっちゃってさあ,あそこに私の推しがいるっていうのはやっぱすぐ分かっちゃったよねちょっと動揺しましたもんだか最初いやに幸せでしたうん本当に幸せでしたびっくりしたあのね、うん 逆なんよ立場は内側のステージを見に行くタイプやん絶対そうそうだからねほんとにびっくりよ <laughs> ちゃんと LINE しましたよその後に「本日ありがとうございました」って「したよ」 っったなだってありがとう,そうすごくよかったなって思いましたなんか人生ですごく心に残るものでした、うん、本当に幸せいやだからもうニシケさんの誕生日は3月なので皆さん3月はみんなで一緒に勝手にお祝いしましょうね <laughs> 勝手にお祝いしましょうねっつって。 いほんとにちょうど梶島のね紙芝居やったりとかもしてたからうんマジマジちょっとやばかったですはいっていう話もあったりねで紙芝居もさあれですよメンバーが絵描いてくれたりとかしてさほんとにびっくりほんとにびっくりしてよもううるね 私のエピソードを話してくれたりとかもしたし今日もメンバーと朝から一緒にいたんですけど本当に「ありがとう」って言ったけどちょっと笑ってましたようん <laughs> そうですね本当にになっていや私本当に中止になると思ってたからみんなにすごく申し訳なかったなーなんて思ってたりしたけど 延期でまたライブができるよって聞いた時本当に幸せだなって思ったしなんかお花をねファンの方々が21日用意してくださってたんですよねえっと社長から連絡をいただきました大きいお花の方を飾る予定だったんですけどちょっと延期になってしまったのでという形でそうお写真頂い,いたんですけどもう本当に。 家で、ね、こう見させてもらってほんと幸せな気持ちでいっぱいでしたし当日はタオルをみんなで掲げてくださったりとかしてそれ本当知らなくくてびっくりでしたあのデザインがちょっと任天堂寄りなちょっと著作権ギリギリなデザインで <laughs> すごく嬉しかった私ああいうの大好きだったしあのタオルは本当にもう。 ななんか目に焼きいいいたととう感じで幸せものだなと思いましたなんか写真撮りたかったりさあの光景を <laughs> うんなんか一人でバースデーを家で過ごしていたので正直ああ今年の23歳の走り出しはちょっとうまくい,いってないからあこの1年ちょっと頑張らないとなって。 思っていたりしたから結構気合を入れすぎちゃって本番結構緊張しちゃったりしてはいたんですよでリハーサルボロボロでクソ <laughs> とか思ってたりリハ時間もねあんまり取れなかったからどうしようかなとか思ったけど出た瞬間本当皆さんに助けられたというか本当に幸せなものです本当にありがとうございました ち寄ってみましたあーありがとうございます会社できてよかった電波悪いってえ嘘でしょうち電波ビンビンだよそうあれ電波ビンビンだけどやっほー聞こえてるかな 電波悪い電波悪い人、正直に。正直に、手を。あ、マジ電波やばいんだ、今。なんでだろう電波めっちゃうちの 4G、3、ポンポンポンですよ。マジ電波悪いんだ、ここ。いや、違う。うちの携帯かな。 今日結構携帯を日光にやってしまったのでドキドキどんな一日でしたかなんか夏休みが始まって電車が空いてますね、うん、カジバースでめでとうでしたありがとうございますなんかもう本当にさ皆さんさあれみんなのこうサプライズが本当にありがたいですよね 私毎年サプ,ライズさせサプライズしていただいちゃってるんだけどちゃんとこその何かそのサプライズで今年ちゃんと恩返ししていこうって <laughs> すごく思,思ってる気がします毎年 <laughs> ありがとうございます家事分身してるっぽいってあ音声途切れ途切れだって 家事いい話すると途切れ途切れになるんだ。ちょっと電波がちょっと私を味方してくれていないところがありますね。あら。明日はね、夜しっかり配信できるので。うん。鼻とタオルの話し合いんとか聞けたよって。途切れ途切れ。マジか。 明日夜しっかり配信しますね。家事ほんと、お昼ごろにね、配信しようと思ってたのに、ね、なんか配信しないで家出ちゃったんですよ。完全にやらかしピーマン。ごめんなさい。いや、なんか狂ってしまった。なんか最近ちょっとラジオ、ラジオ、ラジオ配信なっちゃう時があったりするんですけど。夏頑張りますね、本当に。 楽しみにしていてくれたら嬉しいですショールームの方もね頑張りますありがとう本当に皆さんのおかげですいや無事に終えてよかった次はなんか六本木アイドルフェスティバルとガラフェスアプガニキの台湾ライブが始まったりとか8月14日に私たちの単独ライブがね昨日あったおも餅さん道グラウンドに行ってやりますので そうですねここもリベンジ戦ですねここも延期になっちゃった分だったのでそうそうここで皆さんに、えー、ちゃんとリベンジを果たせたらなと思っておりますそっからその前にはティフもありますし本当にうに、ん、盛りだくさんですね夏はアットジャム横浜リーナ私はオールスターズに選んでいただいていたりもしますしねね楽しみです本当に。 頑張りますね明日はもう8月14日のリハなんですよ単独ライブの朝から頑張りますそうだからもうでガン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 もうここから始動していく感じになるのではいちょっとしばらくねこうお休みをアパガニキアさせていただいていたりするので皆さんにちゃんと元気な姿をお見せできたらななんて思っておりますはい とということで皆さんご覧いただきありがとうございました楽しんでいただけましたでしょうかちょっと途切れ途切れで申し訳ないですすまませんすまませんねそうですね今年の夏は初めて駆け抜ける7人で初めて駆け抜ける夏なので多分新しい2期にはなっているけれど進化した2期を見せ,見せられるようにちょっと頑張りたいんですねうん でも夏フェス、まあ三大夏フェスありますけど、アットジャムティフ、六本木アイドルフェスティバルもありますけど、その他にも本当にありがたいフェスにたくさん出させていただきますよね。山中湖のね、スパーク出さ、出ることできなかったし、今回ね、あのユニゾンラインのースイベントもバンバンやりますから、夏は覚悟しといていただけたら嬉しいなと思います。頑張ります。本当にありがとう。うん。じゃあそれでは、最後。 本当にありがとうございますまた明日夜配信いたしますお会いしましょうそれではお手を拝借せの以上ですまたお会いしましょうバイバイ